はい、皆さんこんにちは、ノッツォでございます。今回もですね、猫パラボリューム3、猫たちのアロマティゼやっていきたいと思います。今回でパート7ということでやっていきましょうということでやっていくんですけども、まあ、前回のパートは、まあ、メイプルじゃないわ、シナモン、メイプルとシナモン間違えるんだけど、まあ、シナモンパートとなっております。はい、なんかまあそのケーキ作りしてる際にですね、なんか泡立てしてたんですよね、シナモンが。そしたらなんかこう胸を押さえる感じで倒れ込んだので、もう何事かと聞いたらですね、なんと胸が窮屈だということを聞かされまして、まあ、それをどういった意味かっていうと、まあ、シナモンの胸が まだ成長中ということで、まあ、その今つけてるブラが窮屈、まあ、本当にきついという状態を聞かされて、まあ、なんだみたいな感じだったんですけども、やっぱ女の子的にはね、やっぱりそういう部分もね、大変な部分であるので、まあ、なんとかねブラジャー買ってあげるよということで、うん。で、あとシグレちゃんにね、なんか毎回こう結構頻度が高いらしいんですよね、ブラジャーがきつくって買ってもらうっていうことが頻度が多すぎるので、まあ、ちょっとシグレちゃんには言えないっていうことだったんですけども、まあ、カショウ君それだったら買ってあげるよということになりまして、まあ、本当はねシナモンが一人で行く予定だったんだけども、まあ、そういうお店っていうのは保護者が必要、いくらねその鈴持ちの猫でも一人では行けないということで、まあ、カショウ君も付き添うことになりまして、休日にね、まあシナモンの、ブラジャーを買いに行ったみたいな感じの回となっております。はい、割とシナモンがね、まあ、カショウ君に対してもなんかこうかっこいいとか言ったりね、なんか恋猫の末席になってもいいですよみたいな、まあ、冗談交じり、まあ、向こうは本気なんだけども、まあ、カショウ君は冗談っていうか、まあ、そういう風な感じで捉えてっていうなんかやり取りもあったりね。うん、とにかくそのブラジャー選ぶ会もあったし、店員さんともね割とシナモンが仲良かったりとか、なんかそんな感じの、まあ、とか面白い会となっておりますので、よかったらね見てください。いや、シナモンってさ、やっぱこう多分猫の中では一番あのボリュームが、胸の大きさがあると思うんだけども、まあ、そんな子がまだ成長中っていうのがちょっと半端ないよねと。どこまで伸びて、どこまで大きくなっていくのみたいな、めちゃくちゃ楽しみではあるが、はい、ということで、まあ、そんな感じの回が前回となっておりますので、見ていただけたらなというふうに思います。じゃあ続きの方やっていきましょうか。うん、数日後。おっしい時間だな。閉店時間ってことか。看板中に入れて店じまいの準備してくれ。了解、力仕事は任せといて。ほんとこの2人仲良くなったよな。うん、なんか喧嘩することがまあなくなったかなと。わかんない、見てる部分では仲いいっていうかね。うん、ボリューム2の時は本当に喧嘩ばっかしてたからさ。ショコラとバニラは掃除、掃き掃除と窓拭き頼むぞ。掃除も了解です、あずにゃ。ちょっと掃除道具持ってくる。このあずきのさ、上二人に対してはすんごいこうなんかね、モンシナとかプルメとか言ってるけど、下三人に対しては、まあ、ココナッツのことはナッツって呼んでるけど、バニラショコラ普通なんだなっていう、この呼び方のこの理由ってあるんかな。まあ、なんか一応そのショコラとバニラが来たばっかりっていうね、あのエクストラっていうなんかあるんだけど、まあ、それやってないからね、ちょっと分かんないか、まあ、そこで分かるのか分かんないのかはちょっと分かんないけど、それをまたね、まあ、ボリューム4が終わってからやろうかなとは考えているんだが、と幼少期ね、まあ、バニラとショコラが来た、みなつき家に来たっていうなんか話があるんだけど、それはちょっとやってないんで、うん、そこで分かるのかな。分かんないね。モンシナとプルメイは在庫数えてレジ集計しといてくれ。ほら、シナモンとメープルにはこんな感じの呼び方ね。私はカショウの仕込みちゃちゃっと片付けてくるわ。それぞれ終わったら着替えて終了な。はーい。じゃあ私がレジ系するわ。シナモンは在庫確認お願いしていいかしら。やっとくから、めいちゃんは先に上がっていいよ。まあ、ギターの練習のこと言ってんのかな。え、何言ってんのよ、別にやるわよ。でもめいちゃんは帰ってギター弾きたいでしょ。いや、練習はするけど、こっちだって仕事なんだからいいわよ。いいのいいの、
私は別に帰ってやることがあるわけじゃないし。もうシナモンはマジでメイプル優先だからな。親友としてメイちゃんの応援がしたいだけだからね。いや別にそれとこれとは。いいからいいから、メイちゃんも頑張って。カショウさんには私から伝えるね。あ、ちょっと。カショウさん、メイちゃんは先に上がってもらってもいいですか？否定する前にシナモンが行動するとは。メイちゃんの仕事は私がやるので。まあ、別にそれは構わないけど。ありがとうございます。なんかあんまり反応が微妙だよね。考える前に即行動してるからかな。よし、頑張っちゃおうかな。困惑気味な感じはあるが、もうこんな時間か。仕込みを終えて時計を見ると22時。みんなはもう先に上がらせているので、静かな店内で固まった体を伸ばす。俺もそろそろ上がるかな。エプロンを解いて厨房を出る。あれ、シアモンまだいたのか。カショウさん、お疲れ様です。在庫の確認し始めたら時間かかっちゃって。小さく舌を出して首をかしげる。店内には当然誰もいない。シナモンだけだった。そんな大変だったら呼んでくれればいいのに。いえいえ、私が一人でやろうと思ってただけなので。それだけ数えるものが多かったのか。それにもう終わりですし。確かにもう終わりらしく、散らばった伝票を片付けているところみたいだった。メープルにも手伝ってもらえれば半分の時間で終わっただろう。いえ、私は親友の夢を応援したいんです。このくらいしかお手伝いはできないですけどね。困ったように微笑む。親友でいたい。シナモンがそう言ってたことを思い出して、伝票をまとめているシナモンの背中をポンと叩く。じゃああとは俺がやっとくから。シナモンは上がっていいぞ。ここから帰るのにも時間かかるんだから。シナモンの手から集めていた伝票を取り上げる。優しいですね、カショウさんは。じゃあ私も恋猫にしてくれるんですか？この調子よ。もう前回から、まあ、冗談じゃないってシナモン言ってるんだから。何がじゃあなのかわからないけどな。冗談ですよ、冗談。半分は。おどけて、いたずらっぽく舌を出す。いいから、早く着替えてこい。駅まで送るから。はーい、ありがとうございます。親友のためか。その言葉に少し引っかかりを覚える。応援というにはちょっとやりすぎというか、とりあえずもう少し様子を見るか。シナモンの行動に少し心配を思いながら、散らばっていた伝票を手早く片付けていった。過度すぎるのかな。
遅くなっちゃったな。待て待て待て、家の門見んの初めて。こんな感じなんだ。へえ。もうちょっと早く仕事できるようにならないと。和って感じだね、和って。まあ、和菓子作りの家らしいからな。頑張ってるな、めいちゃん。私も親友だって胸を張れるように頑張らなくちゃね。体調崩しそう。また数日後。よう、箇所は。気づいてっかもしれねえけど、モンシナが最近変でよ。ケーキの生地を練りながら、アツキが話を振ってくる。変って言うと？いや、なんつうか、前はブルメイとあれだけべったりだっただろ。なんかよそよそしっつうか、前みたいにべったりじゃねえんだよな。別に喧嘩してるとかじゃないみたいなんだけどね。ちょっと距離を置いて応援してる感じかな。仕事中も普通に喋るし、ご飯の時とかもいつも通りだけど。でもそれ以外はシナモンお姉ちゃんがわざわざ一人でいるっていうか、メープルお姉ちゃんを避けてる感じみたいな。うん、なるほどな。私は親友の夢を応援したいんです。このくらいしかお手伝いはできないですけどね。妹というより友達としてのっていう距離感なのかな、もしかして。その妹として甘えるっていうよりは、ちょっとわかんないけどな。親友としてメープルの応援をしたい。メープの時間を邪魔しないように、シナモンの気遣いが空回ってる。引っかかってた心配が確信に変わる。アツキもそのことに察しがついているように、腕を組んで面倒くさそうに鼻を鳴らす。けっ、寂しがりーずのくせに二人で変な意地張りやがってな。そうだよな。買い物に行った時の楽しそうなシナモンの笑顔を思い出す。無邪気で楽しそうだったシナモンの笑顔。今シナモンが作ってる笑顔。メープルが自分で踏み出した夢。親友を応援したいっていうシナモンの気持ち。すれ違ってるように見える距離感。変な意地か。アツキのその言葉が胸の奥にのしかかる。応援ってそういうことじゃねえだろうに。たく、子猫ちゃんどもがよ。寂しがりーず応援？どういうこと、お姉ちゃん。あたしらがでしゃばるとこじゃねえってこった。こういうのは当事者で話しねえと後々面倒になるだけだろ。マジで周り見てるよな、アツキってね。さすが長女。ま、私も似たようなことしたから人のことは言えねえけどな。首をかしげてハテナを浮かべてるココナッツを横目に、アツキが苦笑いで頬をかく。そうだな、アツキの言う通りかもな。アツキの頭をポンポンと撫でながら、内窓から店の中の様子を見てみる。
いつも通り仲良さそうに見えるシナモンとメイプル。でもシナモンのぎこちない距離感が見えるようで、もどかしい気持ちが胸を締め付けてくる。親友でいたいか。シナモンの気持ちを確かめるようにつぶやいて、ぎこちない距離感で並ぶ2匹の背中に目を細めた。紅茶の補充は大丈夫かな。シナモン。あ、ガシオさん、お疲れ様です。この間と同じように一人で残って仕事をしているシナモンが振り返る。また一人で残ってるのか。すみません、仕事が遅くて。でももう終わりますから、気にしないで先に上がってください。そう言って背中を向けるシナモンを呼び止めて、笑顔のまま振り返るシナモンとまっすぐに向き合う。シナモンは本当にそれでいいのか。本当にいいのかって、それってどういうことですか。眉根を寄せて戸惑うような表情で俺を覗き込む。メイプルを親友として応援するってこと、本当にこんな応援の仕方でいいのか。少しだけ目を丸くしてからすぐにまたいつもの困ったような笑顔を浮かべる。そういうことですか。そう短く答えてシナモンが小さくうなずく。めいちゃん、すごく一生懸命ギターの練習してるんですよ。まずは弾き語りの前にギターが弾けるようにならなきゃって。私、めいちゃんの気持ちずっと知ってましたから。だから自分の夢にまっすぐなめいちゃんを見れて本当に嬉しいんです。心の底から嬉しそうにシナモンが自分のことのようにそう微笑む。大好きなメイプルと一緒にいる時間を自分から削ってもか。俺の問いかけにも笑顔を崩さずに、ゆっくりとでもはっきりうなずいて答える。カショウさんの力をお借りしちゃいましたけど、でもようやく私がメイちゃんにお返しできたんだなって。お返し。そう思えたら、私が少し寂しいくらいなんて大したことないですから。そう言いながら嬉しそうな迷いのない笑顔を浮かべる。シナモンはどうしてそこまでメイプルを応援することにこだわるんだ。そうですね、カショウさんは私が水月のお家に来た時のこと覚えてますか。昔のことを思い出すようにシナモンがゆっくりと目を伏せる。幼少期が水月の家に迎えてもらった私はなかなか上手に馴染めなくて、部屋の隅でずっと一人で座ってるだけでした。まあ、シナモン3番目だから結構昔なのかな。しぐれちゃんやカショウさん、アズニャンが優しくしてくれても嫌われるのが怖くて、でも好かれるにはどうしたらいいかもわからなくて、どんな顔をすればいいか、どんな言葉を返せばいいのかもわからなくて。まあよく覚えてるよ。アスキー、メープルの次に来た猫、初めてのおとなしい猫でなかなか人に懐かなかった。
常にこちらの顔色を伺っているような、そんな怯えた顔が印象的でよく覚えてる。幼少期の頃のシナモンか。てか可愛いけど随分成長したよな。そのままどんどん時間だけが経っていって、そんな時にめいちゃんが私のことを叱ってくれたんです。そんな隅で丸くなってて楽しい？そんな風に人の顔色ばっかり見てるの楽しいって聞いてるの。それはそのシラモの幼少期か。楽しくはないよ。この家嫌いなの？え？この家が嫌いなのって聞いてるの。嫌いじゃないよ。みんなすごく優しくしてくれるし。じゃあなんでそうしてるの？え？なんでって。だって楽しくないんでしょ？なんでやめないの？それは、幼少期ながらの無邪気な質問だったのか、それともって感じか。あまりに正論すぎて言葉が見つかりませんでした。めいちゃんって昔から遠慮とかなかったんですよね。それから私に手を差し伸べてくれたんです。あんたに何があったとか私は知らないし、聞こうとも思わない。これはなるほど、馴染めるようにメイプルがね。でもあんたは今ここにいるのよ。ここで生きてるのよ。だったら立ち上がって前を向くの。そうやって丸くなってても何も変わらないわ。何も変わらない。あんたと私は家族でしょ。だったら手ぐらい貸してあげるから、立ち上がって自分で歩きなさい。さあ自分で手を取りなさい、シナモン。メープルちゃん。なるほど。しぐれちゃんやカショウさんがすごく優しくしてくれたのもよく覚えてますけど、その時の私はめいちゃんが叱ってくれたのが本当に嬉しかったんです。大切な宝物を抱きしめるように目を伏せて、胸の前で両手をぎゅっと握りしめる。それからまた俺の方を見て優しい微笑みを浮かべた。あの時から私はめいちゃんのそばにずっといたいって思ったんです。めいちゃんが困った時は次は私が助けるんだって。だから今私がめいちゃんのことを応援できるのが本当に嬉しいんです。そこにシナモンがいなくてもか。はい、それは少し寂しいですけれど、私は親友のめいちゃんのためになれて嬉しいんです。困ったように指先で手癖をもとやそびながら、それでも迷うことなくうなずいて答える。親友ってそういうものじゃないんじゃないか。シナモンが細めていた目を丸くして俺を見る。俺も目をそらすことなくシナモンをまっすぐに見つめたまま続ける。
そんな一方的に自己犠牲で尽くすことが親友って、それは違うんじゃないのか。カショウさん、シアモンがメイプルの力になりたいと思ってるのはとてもいいことだと思う。昔に助けてもらったことを忘れずにいるのもいいことだと思うよ。でもメイプルがどう思ってるか聞いたのか。メイプル自身がシナモンにそうしてほしいって言ったのか。カショウさん、シナモンの目が丸くなる。ゆっくりとうつむいて戸惑うように唇の端を噛む。メイプルとシナモンのそれぞれのことだろう。だからさ、それを決めるのはシナモンじゃなくて。シナモン。おお。姉ちゃん。部屋の陰からメープルが姿を現して、うつむくシナモンの前に歩み寄ってくる。前にも言ったわよね、人の顔色ばっかり見てて楽しいのって。めいちゃん、親友だから応援したいって。そんなことを自分で道を選べない言い訳にしないでちょうだい。違う、私そんなつもりじゃ。だったらなんであの時に私の手を取ったの。めいちゃん、険しい顔をしたメイプルがさらに一歩シナモンに詰め寄って、シナモン、細い指先をシナモンの方にそっと添える。何度も言わせないで、あんたは今ここで生きてるのよ。誰に何をしてもらったとしても、私には私の生き方が、シナモンにはシナモンの生き方があるの。姉ちゃん、違うの。私はただ、今にも泣き出してしまいそうなシナモンを目の前からまっすぐにメープルが見つめる。シナモンが私の夢を応援してくれてたけど、シナモンにだって私と約束したことがあったでしょ。姉ちゃんと約束って。なあ、一緒に。あ、違うんか。ありがとう。私のことそんな風に叱ってくれて。私今日のこと絶対に忘れないから。私メープルちゃんのそばにずっと一緒にいてもいいかな。いつかメープルちゃんが困った時は私がメープルちゃんのこと助けてあげられるようになるから。バカね、そんなのいちいち聞くことじゃないでしょ。私たちは家族なんだから、離れたくても離れられないわよ。だから一緒に来るなら自分の足でついてきなさい。その代わりついてくるならずっと手を引いてあげるから。うん、私ずっとメープルちゃんのそばに。小さく声を上げるシナモンにメイプルが優しく微笑んでそっと顔を寄せる。ずっと一緒にいるって約束したでしょ。シナモンが自分で選んだ道なら手を引いてあげるって。
したでしょ。私は親友だからこそ甘やかしはしないけど、でも困ってるなら手を差し伸べてあげるわ。手を引くだけじゃ足りないなら背中を押してあげる。それでもダメならお尻でも何でも引っ叩いてあげるわ。シナモンの方に流れた涙をすっかり爪の短くなった指先でそっと優しく拭う。みえちゃんは本当にかっこいいね。最初に会った時からずっとかっこいいままだね。私なんかいつになってもかなわないよ。別にかっこよくなんてないわよ。シナモンよりわがままに生きてるだけ。それがかっこよく見えるんだったら自分の生き方くらい自分で決めなさい。寂しいとか言いながら強がる前にね。シナモンは私の親友でしょ。また溢れたシナモンの涙を何度も何度もメープルが優しく拭う。さっきまでの固く作った笑顔じゃなく、心からの柔らかい笑顔でシナモンが微笑む。私、メイちゃんと一緒にいたい。もっと近くで、隣でメイちゃんのこと支えていたいの。私もメイちゃんの隣で同じ夢見てもいいかな。いいも悪いもないって言ってるでしょ。シナモンが望むなら私が手を引っ張ってあげる。シナモンが私のことを大事に思ってくれるように。私もシナモンを大事に思ってるんだから。目の前のことに浮かれて寂しい思いさせてごめんね。噛みしめるようにそうつぶやきながら、シナモンがメープルの方に手を添えて、その手をぎゅっと握りしめる。メイプルがシナモンの頭を抱いてそっと抱き寄せて、シナモンもメイプルの背中に腕を回して小さな体を震わせる。よしよし、泣かないの。誰もいない静かな店内に、シナモンとメープルの優しい声だけが優しく響いていた。ああ、ちょっと
ちゃんに親友って言ってもらっちゃいました。いやいや、ちょっといい話だな本当にな。なんで、ちょ待って、喋るの忘れてたんだけど、まあ意図してというかね、ちょっとこの会話黙っておこうかなと思ったんだけど、あのね、主人公誰ですかこれメイプルですかこれっていうぐらいにメイプルがかっこよかったんだけどね、こんな惚れちゃうよね、あの女の子でも同性でもさ。いや、メープルかっこよすぎるんですけど、まあ、ボリューム3に関しては主人公がカシオくんじゃなくメープルに変わってるような気がするんですが、どうでしょう、うん、まあ、それぐらいさっきのシーンはメープルがめちゃんこかっこよかったという感じですけども、まあ、続きの方やっていこうか。もうまだ言ってるの、そんなこと。私にとっては猫生でベスト3に入る出来事だからね。嬉しいのはわかるけど、前見て歩け前。シナモンを踊るような軽い足取りで駅までの道のりを3人で歩いていく。まあいろいろあったけど、一件落着ってことかな。一件落着ってとこかな。まあね、蓋を開けてみればただのシナモンの暴走だったわけだけど、私の言葉不足もあるから何とも言えないけどね。やれやれと肩をすくめてため息を吐き出す。てか歌唱っては本当におせっかいよね。あんな風に仲を取り持つなんて。同志者同士で話し合った方が話が早いだろう。そもそもがメイプルの言う通り小さなすれ違いだったんだから。そうだけどね。ま、あんたが心底お人よしってのが分かったわそうですね、本当にみんながカショウさんにメロメロなのがよく分かりました向こうの株が上がってるがね、めいちゃん。なんでそこで私に振るのよ。なんででしょう。楽しそうに2匹がこつき合う。でもまあいろいろとうまく解決してよかったよ。シナモンはこれからどうしたいか決まってるのか。もう決めているっぽいシナモンに話を振る。ちょっと落ち着いて考えたいなとは思ってますけど、でも私もメイちゃんと一緒に楽器の練習したいななんて。おお。そのわがままを言わせてもらえるならですけれど。いつもの困ったような笑顔を浮かべつつもシナモンが自分の意思をはっきりと口に出す。いいんじゃないか、それも。メイプルも一人で練習するより楽しいだろ。そうね、その方が楽しそうな気がするわ。私の足を引っ張らなければだけど。まんざらでもなく嬉しそうに、メイプルも俺に同意してうなずくメイプルを覗き込む。この声に及んで素直じゃないのがメイプルらしいけどな。それはまあその、うん、まあ私もシナモンが一緒にやってくれたらなってそう思ってなかったこともないけど、だからやるならちゃんと頑張りなさいよ。途中で音を上げたりしたら許さないからね。姉ちゃん、姉ちゃん、わあ、急に飛びつかないでよ、危ないってば。もう好き好きがねあの青天井よ。伝説を作ろう。伝説を。伝説って、そ
ここまでのこと考えてないわよ。めいちゃん、めいちゃん、とりあえずいいから離れなさいってば。重い。周りに迷惑かかるからほどほどにな。些細なことで すれ違ってた親友同士がこうして無事にまた元に戻って、それからまた新しい道へ足を踏み出すことになった。猫パラ優秀歌手賞を目指すことに宣言します。おお、大きく出たな。メープルは否定してるが。ことで揉めてたんか、あのアホどもは。まあ結果を伝えて小豆のこの反応って感じか。はい、ということで、まあ今回はねここまでにしたいなというふうに思います。まあなんだろう、このちょっとした問題があったのが一見落着したということで、というよりもそれこそメイプルとシナモンの友情というかね、親友度、それこそいろんなものがね爆上げしたという回でございましたが、いや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 、まあすれ違いはあったけどもって感じだよね。まあこれからメイプルもめちゃシナモンも楽器をやるみたいな話になっておりますが、何をやるのかなみたいなところでございます。うん、いや俺昔なんかね、なんか約束したでしょっていうのが、その前遊園地行った時の幼少期の時のビデオを見せてもらって、その時にね歌手になるみたいなこと言ってたから、それかなと思ったんだけど、ちょっと違ったみたいだね。もっとその幼少期の時に話してた、まあ、ずっとそばにいるみたいなことが、まあ、その約束みたいな話なんだよね。なんかもうあのパートってか、あのシーンはマジでメープルが主人公してたんだよな。あ、もう主人公誰だみたいな、見ててずっと思ってたんだが。あの場限りだけどさ、まあ、結局それを根回ししてたというか、まあ、言い方悪いけど、まあ、そういうようにセッティングしたのが、まあ、多分カショウ君なんだよね。まあ、メイプルが残ってると思ってなかったし。はい、ということで今回もねめちゃくちゃいいパートとなっておりますけども、はい。ちょっとねなんかまあうるってきちゃうようなところもありますが、はい、ということで、まあ次回やっていきたいなと、この続きは次回でやっていきたいなというふうに思いますので、まあ楽しみにしていただけたらなというふうに思います。はい、ということでチャンネル登録と高評価お願いします。それじゃあ。